ハワイは、12の水曜日かに入りましたね。マイク・ブラウンは明日来ますね。自分はこっちに入ったの、一緒に入ったのは、まあ自分の兄貴と一緒に、兄貴は日本から来て、自分はフロリダから来てって感じで、ここで会いましたね。まあ、あの兄貴とちょっとあのやっぱ空手が向こうだとできないんで、フロリダでできないので、まあちょっと早めに入って空手の練習してっていう感じですね。グラップリングはまあほとんどあの ATT の方でやってるので、まああんまりこっち来てはやってないですね。だからもうほぼそっちがメインになってるので、その ATT に言うときはまあそんなに気にしてないっていうか、そのもう体ができちゃってますよね、覚えてるっていうか。兄貴とアンデルソンって結構あの、なんだろう、ムエタイのコーチと、あとマイク・ブラウンですね。こうはあの野郎来なかったんですよ仕事が忙しいとか言って、もう結構半年ぐらい前に言ってたのに全然来ないんですよね。まあそうですね、まあ試合、ベラトルの試合2試合とも負けてるんで、まあ、しっかりここで勝って、まあ、挽回していきたいなと思ってますね。うん、まあ、印象的には、ボクシング、レスリングっていう感じですかね。もちろん強いんで、どんな選手にもやっぱ強い部分もあるし、弱い部分もあるんで、まあ、そこをうまく、その穴をつけて、ついていけばなっていう感じですよね。まあ、フライ級で全然問題ないんですけど、まあ、相手が多分あの落とせないから130になりました。だから正式にはフライ級ではないんじゃないですか。まあ、はっきり言ってあのフライ級でも全然普通に落とせるんでまあだから別に、うん、バンタムでもいけるしって感じなんで、別にそこまで減量は気にしてないです。まあそうですね、もちろんやっぱ負けてるんで、しっかりとやり返したいなってのはありますけどね。まあそうですね、あんま気にしてないです。まあでもそことやるってことはもうバンタムですよねだってもうトップですからね、その2人、はい、そういう話が来ればっていう感じですかね。まあフライ級でもまあしっかりとその階級自体をあの作れたらいいなっていうのもありますし、そうきついんじゃないですか。だからそこで動けるのかどうかが自分は、うん、まあ鍵になるんじゃないかなとは思ってますよね。相当きついと思うんで、バンタムの厳しさっていうよりは、そうなんていうんですかね、減量っすよね減量して動けるのかどうかっていうことですよ。そうですね、まあ、日本の試合の方が作り込んでて、その入場とかだったりとか、この気持ちの盛り上げ方が選手としてもうまいですよね。その選手もこう盛り上がっていくっていう作り方をしてるんで、アメリカの団体ってそういうんじゃなくて、もう戦いが全てで、そのモチベーションとかもそのなんていうんですかね、自分で全部作っていくっていう感じなので、そこがまあ大きな違いかなって思いますよね。日本の方がやりやすいですよね、それは。だから海外ってそんなに、なんていうんですか、試合自体をちゃんと盛り上げないと盛り上がんないじゃないですか。入場とかではそこまで盛り上がんないんで。まあ、そこは大きな違いかなって思いますね。やっぱりそうですね、そうやって盛り上げてくれた方、日本みたいに盛り上げてくれた方がやりやすいんですよ。だから、やっぱり、いいパフォーマンス出てるのって、多分、UC とかもそうですけど、煽りがちゃんとできてるところ、例えばやっぱメインカードだったりとかってやっぱすごい盛り上がる試合するじゃないですか。あれは多分選手自体も気持ちを作れてるからなんですよね、多分。だからそういうのもまあ含めてやっぱ日本の方がやりやすいなっていうのはありますね、うん。まあまだその自分がこの試合の後に帰っていろいろその
発表っていうかしようかなっていう感じなので、まあ、まだそこまで固まってないので、まだ何とも言えないですよね。だもうちょっと歯がゆい感じですよね。だもっと早くこういろいろ動きたいけど、まあ、なかなかいろいろあって動けなかったりとか。まあそうですね、やっぱりやっぱ本物の団体っていうか、うん、まあもちろんそのエンターテインメントもやんないと人は取れないと思うんですけど、まあ本当に、まあ、強い選手とかを戦わせていきたいなとは思ってますよね、うん。まあそうですね、もちろんやりますね、はい。めちゃめちゃ聞くじゃないですか。ないっすよ別にヒントなんだろうヒント、まあ帰って発表するんでそこでお楽しみに、はい。そうですね、何回かその怪我して復帰の時にちょっとこう頑張ってくださいっていうメッセージ動画をもらって、まあなんか自分もマイタイム使ってますみたいな感じで言ってましたね。自分の曲ではないんですけどね。まあそうですね、まあファンなのか分かんないですけど、まあはい、まあなんか殺すぞこの野郎みたいな言ってましたね。なんか殺してやるようだ、忘れちゃったんですけど言ってましたよね。クソだけ舐めんなよと思いましたけど、まあ、機会があればいいですけど、まあ、こっちに集中しようと してますから、なかなか、まあ、機会があったらクソだけ舐めんなよってぶっ飛ばしてあげますよ。はい、U-NEXT でご覧の皆さん、いつも応援ありがとうございます。今回も、まあ、前回負けたハワイで、ね、試合なんで、今回はしっかりと勝って、いいハワイの思い出を作りたいと思います。応援よろしくお願いします。